翌8月24日、多様化する災害に立ち向かい、各種災害から国民の生命、身体、財産を守る消防救助隊員が日頃練磨した救助技術を競う第19回全国消防救助技術大会が、水と緑と文化の街、広島の中央公園で開催されました。地元幼年消防クラブのちびっ子が花束で歓迎、笹川会長も笑顔で応えられ、ちびっ子を励ましました。全国13万2000人の消防隊員から選ばれた精鋭890人は、陸上の部と水上の部に分かれ、本番さながらの真剣さで救助技術に取り組みました。ここ陸上の部では、全国9地区の代表が高所人命救助、ロープブリッジ救出、ホック救出など9種目に日頃練磨した高度な救出技術を競い合いました。